二見沖玉神社は、三重県伊勢市二見町港にある神社である。旧社格は、孫社で、現在は、神社本庁の別表神社。境内の磯合にある目オ岩で知られる。サルタヒコ大臣と、宇上玉大臣を祭神とする。目オ岩の沖合約700メートルの海中に沈む、祭神、サルタヒコ大神縁の沖玉神石を拝する、神社である。サルタヒコ大臣は、 天孫降臨の際に高間ヶ原と豊吉原、中津国の間の道案内を務めたことから、道開きの神と言われている。この神の紳士は河津で、神社参拝の後に神徳を受けた人々が、神社の境内に河津の祖像を献納するため、境内には無数の河津像が並んでいる。これは、河津の帰るに、無事に帰る、貸したものが帰る、お金が帰るの、 カエルをかけた幻継ぎである。三重県では2番目に参拝者の多い神社であり、2013年には265万7590人が参拝している。諸国名所百景伊勢二見河浦夫婦岩は、日の大庭と、沖玉神石を拝むための鳥居の役目を果たしている。古来、男岩は立石、女岩は、ねしり岩と呼ばれていたが、いつの頃からか、 メオトイワと呼ばれるようになった。この名称がついた時期は定かではないが、江戸時代中期の伊勢三宮名所図絵に大締縄を貼ったメオトイワの絵が載せられている。メオトイワの間から太陽が昇る写真が、初日の出のイメージとしてカレンダー等で使われることがあるが、夏季に撮影した写真を使ったものであり、冬季は角度的に夫婦眼の間から太陽が昇る光景を、 見ることはできない。夏至の前後約4ヶ月間は、夫婦岩の間からご来光が拝め、特に夏至の前後2週間ほどは、方位角約61度距離およそ 200km の、彼方にある、富士山山頂付近からのご来光となることから、梅雨の最中にもかかわらず、近隣の二目川裏旅館街の宿泊客やカメラマンが、多数訪れる。また、当時の頃には、 目音岩の間より昇る月を見ることもでき、満月の日には大勢のカメラマン、参拝者が訪れる。ネシリ岩は1918年の台風によって根本より折れ、1921年に冠組が修理をしている。その際、設置角度が変わったため、現在はヘンリの方向が立尺とは異なっている。太見沖田玉神社東の参道1910年。 猿田彦大臣を祀る沖玉社と、鵜上玉大臣を祀る三宮神社を合祀したもので、その際に現社名に改称した。沖玉社の歴史は、目を岩いわに締め縄を張り、沖玉神石の遥か廃所を設けたのに始まるという。天平年間、創業期が、沖玉神の本寺衰弱として高寺を創建し、境内に、沖玉社を建てて陳守社とした。後に、 現在の二見が浦へと遷座した。三宮神社は、元は原社境内の天の岩屋の中に祀られていたが、文六年間に岩屋の外に移された。1910年に沖玉社本殿に合詞された。古い三景気には三狐神社などとも記される。1945年に坂への神社を合詞した。7月14日の例祭は二見大祭と呼ばれ、 茶焼き吉渚連による締縄炎が行われる。5月5日、9月5日と12月中、下旬のいずれかの土日曜日には、目音岩の大締縄の張り替え神事が行われる。また、5月21日には、沖玉神石付近に生える霊僧の無口奥さを刈り取るもがり神事が行われる。竜宮社経大社として、渡墨大臣を祀る竜宮社があり、 旧暦5月15日に竜宮舎霊祭に合わせて、五お泣かせ神事が行われる。また、宇治こ地公の外れに、大枠ご命を祀る坂への神社があり、毎年1月14日の礼祭日には、湯立て神事が行われる。古来、伊勢神宮に参拝する前、また、祭典に奉仕する前には、正規なと称される二見が裏でみそぎを行うのが、習わしであった。 現代ではそれに代わるものとして、二見沖玉神社で、霊僧を向く演奏での払い清めを受ける。これに使うぬさは、沖玉神石付近で採れる海藻である。現在、神宮式年仙宮の沖江工事や、お城石持ち行事への参加者は、浜山宮を行う。ありがとうございます。